新企画いきます。運動部のための筋トレですね。なんでこんなコーナーを作ったかっていうと、もう10年ぐらい前ですかね、指導してた運動部の学生さんが来られて、まあ、来年は頑張りたいんでよろしくお願いしますみたいな感じで来られたんで、いろいろお話を聞いてみて、まあ、こうやって動画でまとめていこうかと思います。まあ、運動部で今ウエイトの時間作ってる人がところが多いと思うんですけどもですね、効果を上げるためにはどうすればいいかっていうのですね、一番最初に言いたいのはですね、まあ、その運動部は最近ちょっと成績が昔に比べたら悪かったんでちょっと心配してたんですけども、まあ、ウエイトの立場から言えば、筋トレ中喋ってんじゃないかなと思ってですね、10年ぐらいの前の運動部っていうのはそんな感じでグラウンド練習がきつすぎて、トレーニングルームでお話の時間みたいになってるところがたくさんあったんで、10年前お指導した時はそれをまずやめようやって言ったんですよね。まずトレーニングルームで話すことをやめましょうって言ったんで、最初のうちはなんでトレーニング時間喋ったら悪いのかっていう雰囲気だったんですけども、そのうちですね、やっぱりもう聞き迫る状態でやるためには喋ってたらダメだってことを理解して、まあ、そこから、部の成績も上がってたんですね。まあ、筋トレ中おしゃべりをするっていうのはやっぱりちょっとこう真剣にやる人にとってはまあ迷惑な話ですね。まあ、スポーツクラブなんかではおしゃべりするために行く人がほとんどだと思うんですけれども、まあ、LB ジムにもおしゃべりしてる方もいらっしゃるんですけど、それはそれでいいですからね。社会人の健康管理でやるわけですから。でも本当に真剣にやりたいならば、やっぱり聞き覚めるような状態に雰囲気を持っていくことですね。それはもう上級生がやるべきですね。でだから昨日来られた学生さんに喋ってんじゃないのとか聞いたら、いやいやトレーニング中は喋ってやってませんとかいう感じで言われたんですけども、トレーニングが終わってストレッチの時間はちょっとおしゃべりしていますねっていう感じだったんですね。そうなんですよね。トレーニング、自分のトレーニングが終わったらちょっとおしゃべりをすると、何も悪気をなくおしゃべりするんですけども、下級生そんな状態じゃできないですよね。野球部であってもアメリカンフットボールであろうとラグビーであろうと、やっぱグラウンド練習中にしゃべる人はいないですよね。まあ、弱い部だったら喋ってるでしょうけども、さすがに強い部だったらグラウンド練習の時おしゃべりする人はちょっと少ないですよね。まあ、そういう雰囲気をクラブ全体で作っていくことがまず一番ですね。トレーニング中なぜ喋るんだという感じですね。もっともっと追い込むためにはやっぱり聞き迫るような状態を作るべきですよね。昨日来られた学生さんが言ってたのは、1時間半ぐらい練習してるって言われたんで、それを短くするべきですね。まあ、できたら45分ぐらいでもパッと終わると。まあスキル練習とか、まあ、勉強とか、まあ、作戦面の、研究とかいろいろあるんでしょう。時間は必要ですからね。その時間を確保するためにもウエイトはできるだけ短くするのが大事ですね。運動部の補助トレーニングとしてウエイトをやる場合、ボディビルダーみたいにそんな一日中やる必要はないわけですからですね。やったらダメですね。またスキル練習ができなくなるからですね。筋トレは短時間で終わるということは絶対条件ですね。昨日来られた学生さんにちょっと小トレーニング指導をしてて、まあ、うちの聞かせるトレーニングでこう追い込めば1時間半できますかって言ったら、いやこれはできないですねって、その辺はね、しっかり理解してくれたんですけれども、つまり、トレーニング真剣にやるトレーニングっていうのはよく言うんですが、喧嘩と一緒ですからね。もう興奮してやらなきゃもう意味がないからですね。そういう状態でやっぱり1時間半喧嘩を続けれる人っていうのはなかなかいらっしゃらないと思いますから、短時間で終わる、そういう雰囲気を部で作るのがまず第一ですね。まあ、運動部のための筋トレとしましては、とにかく集中できる環境を作ると。そのためにはもう1時間以内で終わって、喋らずに帰って、あとはしっかり寝て食べるという雰囲気を作るべきですね。